リーシュヴァラの存在は、人がリーシュヴァラをどう思い描くか。リーシュヴァラは神って思ってくださっても結構ですがね、神をどう思い描くかの観念を抱くのに応じて、その姿が原始、霊視されて認識されます。あるいは画像などを見てそのように思いますということですね。ですから、イーシュヴァラ、神の概念が誰にとってのものなのかをまず最初に知るべきでしょう。ですから、キリスト教、アメリカとね、イラクが戦争するという時でもね、ゴッドとそれからアッラー、それぞれの定義をね、賢人会議をやったらいいんだな、集まって5人ぐらいだけ集まってね、我々が思う神とはこのようなものです、我々が思うアッラーとはこのようなものです、共通点と相違点をね、探しましょう、相違点ばっかしですから、では回線をしましょうって、そうやって落ち着いて戦争を始めたらいいんだけど、突然もう空爆始めるもんだからね。概念はそれを抱く人に応じての内容でしかないでしょう。概念というのは皆さんが考えることです。考えること、一人一人違いますので、相手と似たようなものがあってもそれは似ているというだけでね、すっかり一緒っていうことはありえません。光の反射がね、すっかり一緒っていうことはないんです。太陽の光が何かに当たって似てるのもあるでしょう。でも反射する物体が微妙に一つずつ違うわけですから、全部一緒っていうことはないんです。ですから皆さんは反射物体みたいなもんですから、セルフが皆さんに当たると加藤さんになり、安田さんになり、中村さんになり、エリちゃんになり、エツセトラなんですよ。だから一人一人違って当たり前なんですね。みんな違ってみんないい、みんなセルフだからっていうことです。みすずさんっていう人はいいこと言ったと思うな。みんな違ってみんないいね。みんな違うから喧嘩する、戦争する、それでは困るわけですね。ですから概念、皆さんが抱く概念、考えはそれを抱く人、つまり皆さんに応じての内容であるけれども、マハリシは内容でしかないでしょって言ってるんですよ。ただそれだけのことだって言ってるんですよ。何の価値もないって言ってるんですよ。反射光には何の価値もないって言ってるんですよ。私は誰かを解決すれば、イーシュヴァラとは何かなどの他の問題はおのずと解決されるでしょう。セルフを確知すれば、神とか世界とか個人とかそんな問題はなくなるんだから解決される。ないんです、解決される。セルフと別にあるものではなく、セルフから出てきた蜃気楼みたいなものです。イーシュヴァラ、神、創造主、何らかの人格心は、去るべきってあるけど、去らせるべき非実在の姿としては最後のものです。まあ、去らせるべき非実在の姿、ね、僕たちが私はなと思ってるのは、これは去らせるべき観念なんですね。去らせるべき観念、私の考えではっていうのは、あなたの考えでなくていいんですっていうことです。っていうより考えなくてもいいんですっていうことなんですね。絶対的実在セルフだけが真実の在なのです。ですから、世界だけではなく、エゴだけではなく、イーシュヴァラのような人格心もまた非実在なのです。ですから神というのは観念なんだっていうことね。自分意識とか、その自分意識が考えた神とか、確知したのでない限り、どんな神様であろうと、それは非実在なのだっていうことですね。だから実在か非実在かね、それだけが問題ですね。さてあさて。さてなし
真実在、アサッが非実在で、僕たちの体、心っていうのはこの非実在の方、これをね、アピアランス現れたもの、英語ではね、アピアランス、現れたもので、日本語では外観って訳されるけども、ちょっと外観っていうとなんか身なりの格好とか思われるでしょ。そうじゃなく、現れたもの、アピアランス、現れたものが全てね、あ、サツなんですね。ですから内山老子たちが言う生の実物っていうのも、あ、ピアランスですから非実在なんですね。仏教徒の人たちはその生の実物っていうと、それが真理だってこう思ってしまうんですがね、そうじゃないんですよ。それは現れたもので、日光みたいなものね、太陽そのものではないんですよ。日光は太陽から出てきてるから、日光は太陽と共にしかないっていうのはわかるでしょ。ですからアピアランス、現れたものは、アサットはサツと共にしかないんですよ。でも光線がなくてもね、光線がどこまで飛んでいっても太陽はあるんですよ。ですから現れたものがなくてもね、サツはあるんですよ。僕たちの体や心や自分意識なくてもセルフっていうのはあるんですよ。ところが僕たちの体とか心とかセルフはサツと共にしかありえないんですね。ですから依存している方は、アピアランスの方、依存している方は真実在ではないんですよ。依存せざるを得ないものは全て真実在ではないってマハルシー定義しているわけですよ。何にも依存しなくて自存、それ自体で存在できるもの、それだけがサツ。サツの定義はそういうことですよ。インタービングじゃないんですよ。それ自体だけで存在できるもの、それだけが実在、サツっていうことですよ。一体そういうものがあるだろうかって、ティク・ナ・ジャン先生みたいにシンキングする人たちもいるけどね、知らなければ。知らなければ誰でもそうかな。確認、確知、確認していればね、あるっていうわけです。それだけがあるって。すべてはそれだってね。イーシュバラのような人格心もまた非実在なのです。イーシュバラとか神とか世界っていうのは、そう言っている人に依存しているね、非実在に依存しているから非実在なの。非実在に依存するものは非実在なんですよ。私たちは絶対的実在セルフを見出さなければいけないのであって、それ以下のものではありません。つまり僕たちがね、今生生まれてきて見つけなければいけない、確認しなければいけないのはサツだけだっていうことです。私は誰かだけであって、それら以外の問題はね、どうでもいいことだって言ってるわけです。どうでもいいことを小学1年生からね、国語算数って勉強するのは、知性を発達させて、その知性でもって私は誰かという問題に立ち向かわせるためだけなんだよ、そういうプログラムで動いてるんだよ。それをどこの世界の文部省みたいなことも、文部省みたいなものもね、知らないっていうことなんですね。知らないけれども知性を磨くのはやってるんです、無意識のうちにね。学力増進とかね。でもそれがどこに行くかはわからない。だから目くらめっぽうやってるようなもので、戦争とか戦争とかしょっちゅうあるわけですね。だってあれだけのね、武器、ミサイルとか、なんでミサイルが飛んできたらそれを迎撃してる、撃ち落とすとかね、それだけの知性あったらね、私は誰かにもう向かえばいいんだけども全然向かわないです。でも相手を破壊しようっていう方にしか向かわないでしょ。ちょっと愚かなんですね。知性がないわけではないんですよ、人類っていうのは。方向性を見失ってるだけでね。方向性はもっと昔の方の人たちが持ってたんですけどね。文化、分かれれば分かれるほどね、元が分かんなくなるんです。発電所から遠くなればなるほどね、ネオンサインに行けば行くほどね、
発電所のことなんて誰も考えないでしょ。キャバレーに遊びに行ってね、あの暗いところで明かりつけてで酒飲んだり飲んだりしてる人たちがね、その明かりを見ながらね、発電所のこと考えないでしょ。末端に行けば行くほど分かんなくなるんですよ。酒飲んでる人がね、これはどういう米だなって一般の、あの安飲かなんて考えないですよ、うん、酒作る人はいい米いい水を探すけどね、売ってる酒屋さんだって、まあ、買う方だってね、とにかく安いのか美味しいのかそういうのを探すだけでね、オリジナル、オリジナリティ、ソースね、ソースを探すっていうことはしないんですね。キッコーマン醤油でそのソースはどうだろうなってエリちゃん探さなかったでしょ。ソース岩井さん、あと時点で、あ、岩井さんの時点も入ってるからね、ちゃんとエリちゃんの方にも入ってるけどね。ソースね、オリジン、ソース源ね、を尋ねるっていうことですね。源を尋ねる。ですから源を尋ねるためだけに僕らの遊び学びがあったっていうことですよ。私は誰かに出会った、輪廻転生もそうだったっていうことですね。だから皆さんは無視以来の輪廻転生にね、私は誰かっていうのを今週ぶつけたわけです。忘れないようにしないといけないので不毛をねっていうわけです。すぐ忘れるから、忘れて僕ら生まれてきたんだから、僕なんかおそらくだいぶ信用してきたんだろうと思うんですけどもね、今週いろんなことをこうなるっていうのはね。でも忘れて30ちょっとぐらいまで文学だ音楽だスポーツだってやって忘れてたんですよ。35ではっきり思い出したんです。すぐ忘れるんですよ人間っていうのは。最後に忘れるのはね、身内でもどなた様でしたかって80、90になって、何の高橋由紀子さんとかって若いさ、ひ孫みたいな看護婦にさつけられて高橋さんでしょなんて言われるようにそれぐらい忘れちゃうんだからね。何が何だか分かんなくなっちゃうんだから。まあ野々木さん今どうなってるかねよく分かりませんけどもね、岩井さんあたり会いに行っても分かんなくなってるのかどうかよく分かりませんよね。この前も仙台に帰った時ね、まあ、昔うちの父がやってた材木屋で専門やってた人の母親が90何歩100近いのでボケて、それまでは格尺として元気だったそうです。掃除も自分でやってね、ボケて、でその孫だねでボケて時々部屋の中で粗相したりすると叱られると思うのか、それをなんか布で組んでタンスの中に隠すとか、まずいことあると隠すんだね、取ってくると。で孫の女の子がねやってきて週一遍掃除してくれるようになったんだって。掃除機かけたり汚いものしまったりしたの出して、ただそのしばらく前までは知ってたらしいんだけども、孫だっていうのが分かんなくなって、あんた勝手に人の部屋に上がってきて掃除機使わないでくださいとかやって取り返すんだって。で孫が気悪くして掃除にも来なくなったっていうね。で今に孫じゃなく自分の息子とかその嫁とかを忘れていくんだろうと思うんですがね、全部関係性のリンクが失われていくわけなんですね。人間っていうのは全部忘れていって、そして生まれてきた時のわがままの状態で生まれてくるので、次皆さんね、私は誰かに出会うかって言ったら分かんないんですよ、それは。出会うかどうか分からないんですよ。忘れてしまうんだから。ヤオロズの神々に執着する人々は、それこそヤオロズの何百枚も、ね、いうことでしょうが、まあ、何十億人の人がそれぞれにね、信仰を持ってるわけですから、個人的なね。真実在セルフを探求する人はごくわずかです。自分の外で探し物をするのは好きなのに、
自分の内で探求するのはほとんどの人が好きではありません。まあこれは探し物って言うとみんな外に行くでしょ。幸田翔生さんみたいに自分探しの旅であってすらなんか外国に行くことだってこう勘違いするし、1960年代にはヒッピーたちがね、自分探しの旅と称してアメリカからまた日本からもヨーロッパからもたくさんインドに行ったわけです。でその頃ビートルズ全盛で、ビートルズのメンバーがマハルシ・マヘッシュ・ヨーギーというイカサマ・ヨーギーの弟子になったもんですから、そのロック好きがね、あるいはビートルズ好きがみんなその超越瞑想ってやつね、トランセンデンタルメディテーションって言うんだよ、超越瞑想に憧れてヒッピーになって、そしてインド放浪したんですよ、1960年代はね。未だにその名残みたいなもんです、幸田翔生さんたちっていうのはね。音楽とは関係ないけども、自分探しって言ったら外国に行って放浪していろんなことしながら見つけるんだって、そういう考え、それは1960年代のねヒッピーと一緒なんですね。まあ、日本人もたくさん行ったし、いまだにインドに行く人たち多いでしょ。自分探しの旅だと思ってるんですね。で、さっき柳田さんの話ちょっとしたけども、日本ラマナ教会の人たちでもインドに毎年3ヶ月ぐらい行くとかいう人たちいてね。で、私の自慢は視力 2.0 ですとかってホームページに書いてるんだな。で、体操なんかやって、して、シリウスヨーガとかなんとかヨーガとかって、マハルシ、ね、アークナビチャラでいいじゃない。マハルシの城に毎年3ヶ月ぐらい滞在して日本に帰ってきて、何々ヨガっていうのやって、今度は何々ヨガっていう名前で、講習会とか展開していきたいと思いますとかって、何々ってね、そういうふうに余計な看板つける必要ないでしょ、マハルシ知ってる人が。だから、その人のレベルでしかね、マハルシは響かないので、皆さんにもね、どう響いているかすらわかんないんですよね。ラマナ・マハルシがね、どのように響いてるかは。皆さんが活動をやってみたらわかるわ。皆さん活動しないからはっきりしないんですけどもね。反射させてね、どっかスクリーンにね、展示して、投射してくれたら、皆さんにわかるわ。僕には今でもわかってもね。その、なんとかさんっていう人は、毎年ラマナ・マハルシに行って3ヶ月滞在して修行して、日本に帰ってきて、なんとかヨーガっていうのをやりますって、こう、反射させてくれたわけ、ホームページに。それで、まあ、ハルシに関係してもさっぱりわかんないなっていうのがわかるわけね。だから皆さんも、もっともっと反射させてみたらいいんだよ。まあ、ホームページが一つの手段で、中村さんやエリちゃんやね、瀬川さんや、今安内さんちょっと休止状態してるけど、岩井さんも反射させたわけ。そうすると、感、喜びっていう字が好きですから使ってみたくなりましたなって、とんでもない反射するわけね。うん。だから、表現したらわかる。表現しなくてもわかる人にはわかるけども、おそらく皆さんは表現してみないとわかんないんじゃないかと思うんですね。自分にあるものを表現してみないとわかんないんじゃないかと思う。まあ、やりたがり屋は、ね、表現しすぎて恥ずかしいホームページとか出してるでしょ。外からの情報、物に気を惹かれるのは人間の基本的性質でしょうが、目は外に向いてますし、耳は外からの刺激を捉えるようになってるので、現れたっていうことはね、ハッピーや、僕たちは現れたわけですから、現れたっていうことはね、外に向かうように現れたんです。現れなければそうじゃないんですけどもね、現れたんだから外に向かうように全てが作られてるわけ。その一番特徴的なのが目なんです。昨日言ったように自分の瞳見れない、外しか見れないんだっていうことね。鏡を見るっていうのも外見てるんですよ。だって鏡って外にあるんだ。頭の中の実験取り出せ、ポイってできればいいのにって頭の中に手入っていかないんだしね。耳から入れたって届かないでしょ。鼻から入れても実験って届かないんだしね。届くのはね、第六式の
方向性ね、を変えた時だけなんです。全部外に向かうようになってるんだから。まあ、もの、ね、情報ものに気を惹かれるのは人間の基本的性質っていうか、生き物は大体そうしてるんですね。真理を探求しようと思うなら、内在する情報に注目しなければいけないので、ほとんどの人は短期間自己を探求してみても、短期間はするっていうか、ヨガバセピに関係した頃はみんなちょっと熱断やった。松崎さんでも言ってたけど熱断やったね。平井さんや野口さんでもちょっと短期間熱断やったと思います。が、静まるっていうことを行弱情がメインテーマだとなるとね、みんなすぐ退屈するんです。頭使いたいし手足動かしたいしね。だから弱情には退屈するように過去症の活動がそう荒らしめているということですね。だから皆さんも退屈ばかりしてると思うけどもね、まあ退屈しのぎに畑とかいいでしょ、うん、家で退屈したら、晴天独自しようとかね、瞑想しようとか思ってもすぐ退屈するから、畑に出たら目移りしていろんなものあるしね。で、畑で疲れるか退屈すれば腹すくから家に帰ったらなんか食べて飲んだりすればいいんだしね。そうしてるとあっという間にね、50、40だ、ね、60、70だ、うん、目を内に向けると誰でも退屈するんです。だから前僧たちでも頭の中でキョロキョロしていろんな考え事を妄想して辛抱できなくなると強姦殺人とかそういう人たちもいるわけですよ、うん、今朝ねオンラインで見てたら兵庫県の方で何町とかなんとかっていうとこでイベントでね、麦餅っていうところの産地、麦餅を宣伝しようっていうなんとか町っていう町ですよ、兵庫県の。で、麦を入れた餅ですかね、麦餅。それを宣伝しようっていうので、早食い競争を、まあ、実行委員会ができてやったそうな。で、早食い競争に勝つとね、2000円の食品券がもらえるんだって。で、早食い競争に参加した39歳の人を喉突っかえて死んじゃったの。うん。2000円の食品、2000円の食品券もらえるのにね、死んじゃったの。喉突っかえて苦しくなったので、他の参加者がおかしいと思って連絡してやったんだって、主催者に。救急車で運ばれて9時間後に死んじゃったらしい。喉突っかえてね。目を外に向けるとね、2000円のために死んじゃうんだよ。うん。主催者がなんか不手際があったかどうか、これから検討してみたいと思いますが、不手際は不手際だと。早食い競争とかって大体主催すること自体が不手際でしょ。昔はよくあったんですよ、先代の方でもね、あの一升瓶ずつ用意して油一升、醤油一升、何でどれを一番早く飲めるかってやって、やっぱり油を飲んだ人が死んじゃったな。昔はそれがあったんだよ。お祭りっていうとね、なんか面白いことイベントやろうっていうので、だいたい醤油一升とか油一升飲んだらどうなるかは分かりそうなんでしょ。でも死ぬのは一人ぐらいしかいないの、他に死なないんだから、すごいもんだね、人間というのもね。いまだに続いてるんだよ、そういうのね。39歳で死ぬためにかわいそうにね、目を外に向けるからだよ、それも。脳が外交性にならされているので、内交性は難行苦行だからね。難行苦行だから。本当は難行苦行で死んじゃったね。大変だね。まあ情けないっていうかね、脳をどのようにして内向性にならしていくのかが課題なのに、その課題の解決法を研究する人も極めてまれですと。まあ、
課題の解決法はね、研究しなくていいんです。マハルシのアートマビチャーってあれだけわかりやすく言ってくれたんだから。もし僕らがね、シャンカラとかをサンスクリットあるいは英訳から読まなきゃないって言ってもね、マハルシが言ってくれたほどには具体的にはわからないんですよ。シャンカラの本読んでも。マハルシがね、その思いは誰に起こったのですかとかね、言ってくれてるの方がずっと実用的なんですね。あと、眠っている時にあなたはそういう悩みを持っていましたかとかって、具体的にこう、対話で言ってくれてるでしょ。シャンカラたちのはまあ古典みたいにまとめ上げられてしまったのでね、同じことを言ってくれてるにしてもマハルシほど僕らに具体的には解決法にならないんですね。格調の高い聖典っていうかね、まあ分かる人にはもちろん分かるんですけどね。だから皆さんにとってはマハルシみたいな人が極めてね、時代的に身近にいたっていうのは本当にこれは恩寵ですね。それ以下の研究は非常に盛んなのはっていうのは、例えば体操とか呼吸法とかね、次から次に出てくる新刊新商品の数々を見れば明らかです。で、洋画でもいろんな名前変えてね、ジャズダンス風みたいなものが、まあ、東京で流行ってますけれども、リラクセーションとしてね、まあ、全てアーサナから消えるだけでしょ。どんな名前つこうが、まあ、シリウスヨガとかなんとかヨガっていうのが、とにかく分別観念を持ってる人がね、なんか修行しようっていうことでね、何々ヨガって言わなくてもいいんですよ。ヨガは一つに決まってるんだから、さほどヨガとかヨガとかねあれこれって言わなくてもいいんですよ。ヨガって言ったらヨガしかないんです。何々ってつければそれは美ヨガですから、ヨガじゃないんですね。まあ、ここはイシュワラ、その前のとこことね、イシュワラの問題が出てきていますけどね、神という問題が出てきてますけども、それもセルフを離れて神も世界も人間もね、その他万物万象はないんだっていうことで、ね、ですからソースは一つなんですよ。いつでもソースは一つなんですよ。一つしかないんですよ。セルフという、これはセルフのことです。ソースっていうのはソースをセルフという、あるいはセルフをソースという、どっちでもいいんですけどね。ソース源泉っていうのは一つしかないんですよ。太陽からたくさん光線が出てて数えられないでしょ。どれぐらい光線出てるかなんて数えられないけども、ソースは一つなんですよ。だから太陽みたいなものがあってね、そこからもうたくさんたくさん出てくる。個人っていうのはその中の一つなんですよ。外向いて目を反転させないから外向いて。ですから僕らも出てきたのはこのソースから出てきたんですよ。セルフから出てきたんですよ。この体心っていうのは物も全部だから、こう戻ればいいんだけども、戻らないで外に外に向かってね、金メダル欲しいとかね、あれこれなもんですからね。でも元に戻る興味がなければ、そりゃそんな人にね、どうこう言ったってしょうがないことね。外の世界にだけ価値があるんですっていうのが普通ですからね。何かご質問ありますか。ソース。ソースを本性って言ってて、出てきたものを派生って言ってるんです。属性って言うんです。本性と属性ってよく出てくるでしょ。だから、派生したものの方が属性ですね。体、心は派生物なんですよ。外の世界の。派生物が派生物を求めてるんですよ。男が女、女が男を、あるいは車、ね、コンピューター、家、やつせってらってね、地位名声とかね。ですから新潟地震でもね、あるいは車の事故でもね、ゆうたくんだけが助かってお母さんとお姉ちゃんは死んでしまったって言っても、それは派生物がなくなったっていうだけです。本性がなくなったんじゃないんですよ。だからそういうのどういうことに触れてもね、周りの人たちならどういうことに触れても心を動かされることはないんです。派生物がなくなったって本性には変わりない。本性からまた何遍も何遍も出てくるんだから。だから本性さえ知ってれば何者をも恐れないっていうことなんです。本性を忘れて派生物の世界にいるとね、
将来年金だけでやっていけるだろうか、そういうことになるわけです。年金もうちょっともらえにしとけばよかったって、ね、年金女になっちゃうわけです、うん、だからセルフアバイダンスっていうのは本性に従するっていうことですね。体、心などの属性を持ってても意識は本性、セルフアバイダンス、マハルシのセルフアバイダンスね、ソースアバイダンスですよ。まあ普通の人間は派生物アバイダンスですね。変な言葉ですね。派生物アバイダンスですね。特別なければ10分ぐらい休みましょう。